こんにちは、特派員しほです。今日はパフェを食べに来ました。宝塚大劇場の近くにあるコーヒープリンセス。店内は結構広くて、おしゃれな椅子、テーブルがゆったりと配置されていて落ち着きます。可愛い雑貨やアクセサリーもありました。お目当てのモモジェンヌカフェ、桃が丸ごと1個乗っていて贅沢なパフェですね。食べるときは桃を別のお皿に移していただきます。中にラムネのアイスとソーダゼリーが入っています。このラムネのアイスが絶品でした。すごく見た目も涼しそうなんですけど、清涼感が口の中に溢れます。桃割ってみてびっくり。中にクリームとスポンジがありました。今度は桃ジェンの花を食べてみたいです。皆さんもぜひコーヒープリンセス行ってみてください。特派員しほでした。